東京シークラブが愛してやまない海村さんでね、もう今年2018年夏初のね、さっぱり塩味を食べに伺いました。もうね、海村はね、このね動画でね4回紹介してるんだけど、今回で5回ね、もういいよという人多いかもしれないけど、あげちゃう。こんばんは、ファンクでーす。2日前ね、山手線ね、ちょっと信号トラブルでね、かなり止まっちゃったのね、早朝から。あらまあ、っていうことでね、駅のホームではね、人がね、めっさいたのよ。したらね、最強のおばちゃんがね、出現したのよ。なんかね、後から来てね、なんか電車乗り込むときに、あー痛い痛い、痛い痛いって言ってね、なんか人をかき分けてね、どんどん割り込みしていくのね。それで、痛いっつってね、どんどん割り込みしてね、最終的にね、なんかカップルがなんかね、シートのところに座ってたのね。したらね、ガンガンってね、もう長時間ね咳込み出したらね、カップルの彼氏の方がね気まずくなってね、席譲ってた。あのおばちゃんかき分けてさ、それでみんなさ、あ、なんだなんだっつってさ、なんだ両サイドに膨れ上がって、で乗り込む時にさ時間かかっちゃってさ、最終的にさ乗れない人もいたのよ。あのおばちゃん死ねばいいのに。こないだね、蔵前のところで仕事行ったのね。その時にす何やっていい、スカイブルー、何これ、めっちゃ長いんだけど、これ何ですかってお店のお姉ちゃん聞いたのね。したらね、砂肝の唐揚げですって言うね。砂肝の唐揚げ、へえ、めっちゃ長いのね。ファンクみたい、まあ深い意味はないですけどいやでもでかいね、これで300円は安くね。外国のね、旅行客の人とかね、あとね、周辺に住んでる人たちもね、なんかこれとか、あとお弁当とかいっぱい買ってたよ。ここなんかお弁当、すごく美味しいみたいなのね。これからちょっと行かなきゃいけないとこあったから、これしか食べれなかったんだけど、今度ね、機会があるときに、なんか曜日によってね、めっちゃ唐揚げのでっかいのがダドーンと乗る日、ね、日があるみたいだから、ちょっとそれも今度いつかね、チャレンジしたいと思います。それでね、食べてみたのね、すごくお上品。さっぱりしてるよ。いや、なんか、コテコテのさ、これぞ下町の味じゃっていうよりも、どちらかといったらね、なんかさっぱりしてて美味しい。胡椒も効いてるしね。想像してたのとはね、全然違うからびっくりしちゃった。それじゃあね、ここの味の感想は、ズビシ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 だったよ。今度ね、お弁当もね、食べに行きたいと思っております。東京シークラブが愛してやまない海村さんでね、もう今年2018年夏初のね、さっぱり塩味を食べに伺いました。もうね、海村はね、このね、動画でね、4回紹介してるんだけど、今回で5回ね。もういいよという人多いかもしれないけど、あげちゃう。だって、一番大好きで一番美味しいね、もう東京シークラブ、推し推しのね、お店なんでね。ここね、ほんとね、みんなちょっと行ってちょうだい。ほんとにね、ズビシなのよ。あったかいおうどんも美味しいんだけども。夏のね、この塩味。そんなにね、古いメニューじゃなくてね、結構新しいメニューなんですけども、ここのね、梅村さんね、
出しの聞いて、あとね、塩もずびしとね、聞きまくってる。このトゥー君に追うと、すごく美味しいのよ。そこにね、もう、梅を溶いて入れるのがね、たまらん。ハンクちゃんね、いろんなものね、もう、32年間、食べ続けてきたけどね、もう、ここ一番ですよ。五反田のさ、鬼山っていうさ、うどん屋さんがあるのよ。もう立ち食いなんだけど、でうどん好きな人とかうどんマニアの人だったらもうみんな知ってると思うんだけど、あそこクソやばいじゃん。ファンクもめっちゃ好きなんだけど、あそこあんだけ好きでも梅村の方がもう遥か上ちゃうよね。あの前も何もまた話しちゃいますよ。あのここってさ、砂町銀座商店街の中にあんのね。それでさ、すぐ近くにアトレができたのよ。アトレじゃ、アリオか。伊東洋華堂系の。で、大型のさ、あのスーパーできたからさ、もう、商店街さ、危ないっていう話が出だした時に、そのね、危ないって言われてる商店街の人たちが、もうあの、梅村をね、なんとかしなきゃっていうんでね、梅村保存会をね、立ち上げたのよ。それで全国からね、梅村を守ろうっていうね、サイトとかでもね、もう盛り上がってるんですけども、我が身をね、顧みず、それでも梅村をみんな残してあげてっていう、それほど愛されてるね、めちゃくちゃ美味しいお店です。それでね、代々ね、カウンターはね、おばちゃんが勤めてたんだけど、最近ね、なんか若いお姉ちゃん入ったのね。だからね、おじちゃんめっちゃ来てる。すごくなんかずびしとくるね、お綺麗な方で、なんて言ったらいいのかな、昔のね、勇気ないみたいな、ちょっと幸薄そうな、あ、ごめんなさいね、でもさ、男の人ってそういう女性たまらんよね。だからおじちゃんのお客さんめっちゃ増えてるよ。で、感じ良さそうだし、入った瞬間にね、いらっしゃいませ、何が嬉しいでしょうかって、もうすっごいニコニコしてんのよ。なんかすごく笑ってるんだけど、ちょっと幸薄そうね、そういう人たまらんわ。ほんと昔のね、勇気ないみたいよ。北の国からに出てたあの頃の、そりゃね、おじちゃんたち来ちゃうよね。そして梅村に来た後はもうすぐ近くの栄翔園のね、シャーピン、これを逃せられない。ここのシャーピンもたまらんわ。あのね、丸くんね、プレスしたみたいなね、餃子と思っていただければ、でも、ね、これすごくうまいのよ。いや、もう死ぬほど食ってるわ。前ね、どれぐらいかな、5、6年ぐらい前なんだけど、なんか竹でできた、なんか変な入れ物かなんかを担いでくるおばちゃんがいたのよ。そこのね、シャーピンもうまかったんだけど、そこと争ってたのよ。で、そこのね、おばちゃん体壊しちゃってね、もう今やってないんだけども。で、ここだけ残ったのね。でもね、もう衰えることなく、最近ですね、新商品も出しました。なんかチャーシュー味の。それはファンクやめとけばよかったと思う。だって普通のシャーピン完璧なんだもん。欲張っちゃダメよ。でもね、ファンクね、ここのシャーピンほんと腐るほど食ってる。あのね、皆さん、梅村食べた後はすぐ近くのシャーピン食べてみてはどうでしょうか。楽天でね、静岡のね、キットカットでご当地の、たまりや本店わさびのやつがね、売ってたからね、ちょっと買ったんだけど、これすごい美味しいと有名なのね。ファンク今までいろんなキットカット食べたけど、これ一番好き。ホワイトチョコレートに多分ね、わさび合わせてると思うんだけど、いや、ファンクのね、キットカット史上ね、これ、具を抜いて美味しい。これまた買っちゃおうかな。ちょっと高いんだけどね。これでかいね、12個入ってて。でね、
箱もねでかくて、また買っちゃうかな。これわさび使ってるから保存効きそうじゃん、あのね、もしね楽天で見かけたらね、これ買いですよ。それではね、相談のコーナーが来てますので、これからお読みしたいと思います。旦那のことで相談があります。旦那の就寝時、獣のようないびき、爆音の屁、絶叫の寝言、滝のようなよだれがひどいです。結婚当初はそんなことはなかったのですが、最近どんどんひどくなってます。共働きなんですが常に寝不足です。 1LDK なので仕方なくキッチンに長座布団を引いて寝てます。ザシティス、この子もデブだからいびきがひどい。巨人と7人のファンクと14人のラビ。奥さん、ペンネーム読めない。ちょっと奥さんダメですよ。ペンネームちょっとあかんですよ。実はね、ジャスティスね、コナカ氏はね、一切にいびきかかないんですよ。で、ピクリとも動かないですし、寝言も一切言わないんですよ。だからよくね、寝まぐろって言われてるんですよ。動かないこと、マグロのことしてね、本当にね、静かに、ね、寝てるんですよね。見た目に反して。いびきもほとんどかかないかな。たまにね、泊まりに来るね、みっちゃんいるんだけど、みっちゃんがね、いびきひどいのよ。それでね、奥さんとかにもいろいろ言われて、頭になんか帽子みたいなの被ってさ、顎をさ、固定するやつあるじゃん、なんかゴムかなんかで。今ね、それね、メルカリとか多分アマゾンで売ってると思うんですけども、ああいうのね、たまに装着してたんですけど、寝てる時にね、やっぱり、なんていうの、帽子とか被ると窮屈に感じるじゃないですか。だから外しちゃうんだって。でね、鼻のところなんかクリップみたいなやつつけるやつもなんか買ったらしいんだけど、今あれなんかね、なんか威力を発揮してるって言ってましたよ。もしよかったらハンクね、思ったのよ。鼻でいびき止まんのってずっと不思議だったんですけども、そのなんかクリップ、コンビニとかでも売ってるらしいんでね、もしよかったらね、ちょっとご購入を考えてみたらどうでしょうか。あとね、みっちゃんね、絶叫すんのよ。絶叫っていうか、悲鳴キャーっつってね、夜中、いきなり叫ぶから、なんだっつって思う。大丈夫か大丈夫かって起こすじゃん。でもね、本人ね、寝てんのよ。とかね、ギャーとかね、あと、もう、俺ダメだとかってね、夜中、いきなり叫び出すのよ。で、そのために起きてね、大丈夫かって言ってね、声かけるんだけど、本人は寝てんのよ。で、朝さ、起きた時に、お前、昨日すごい叫んでたけど大丈夫って言ったら、叫んでた？俺は気づいてないけどって。本人は分かってないんですよ。それなんでね、この絶叫はいろんなグッズとかね、奥さんとみっちゃん探したらしいんですけども、絶叫はちょっとどうすることもできないようですよ。あれどうですか？ファンクなりの対処法なんですけども、ちょっと小さい音で寝るときにさ、クラシックとかかけながら寝てみたらどうでしょうか。クラシックかけると寝やすいじゃないですか。それでね、旦那さんさ、寝てる間無意識のうちにさ、クラシック耳には入るじゃないですか。イージーリスニングじゃないですけども、なんか雲の上を飛んでるような気持ちいいさ、夢を見てる時だったら多分叫ぶことないと思うんですよね。多分なんか夢の中でなんかがあるからギャーとかって叫ぶんじゃないのかなと思うんですけども。ちなみにね、ファンクはね、もちろん寝る時にクラシック聴いてるんですよ。ナパームテスというね、オーケストラのね、団体がいまして、そのね、音楽を聴きながらね、いつも寝ております。もしよかったら YouTube とかでもね、出てますので、ナパームです。検索してみてはどうでしょうか。続いては、この間のね、双葉のね、
ハデさんのね、あの相談内容にね、ちょっとメイメイちゃんがね、お答えしてくれました。ごきげんよう、ファンクちゃん。双葉の羽さんのご相談ですが、結婚はおやめになった方がいいかと思います。そんな双葉の羽さんの趣味を取り上げるなんて本当に愛しているなら奪わないと思うのね。好きな人が楽しんでくれるイコール自分も幸せを感じるのではないのかな。婚約者の方や親御さんは給料さえ入れればいいとしか考えていないかと。ファンクちゃんの言うように仕事はいろいろあるし、たくさんいろんな職業について、今の職業よりも厳しってくるのもあるかもだし、人生一度きりなんだから双葉の羽さんが幸せになれることを願ってます。めいめい、めいめいちゃんは優しいのね。あなたいいお嫁さんになれるわよ。門規職だって、門に木が入ってるよ。門規職に追いやられてそのままになると思います。やってる仕事が特殊な仕事で、同じ業種には転職も難しいと思います。ファンクも思うのよ。お金さえ入れればいいっていう、そういう感じをねえ許容する感じになってるじゃない。二人でさ、なんか話し合ってさ、ね、人生ね、前進していくっていう感じではなくて、もう一方的でしょ。要はさ、一切さ、自由がないさ、婿養子みたいな感じになっちゃってるじゃない。いや、今の時代ね、考えがさ、ちょっと古いんだよね。結婚される側の、家族一同。今さ、ファンクさ、清掃部門の方に移ったってたじゃん、会社勤めてるとこで。今ね、朝早くからね、働く人って少ないのよ。だから早朝とかってお金すごい高いの知ってる？みんなね、もうゆっくりした時間で働きたいって。で、短時間で帰って、あと自分の好きなことをするとか、そういう人が多いんですよ。だからね、もう早朝働いてくれる人いないんで、お金めっちゃ上げてね、何とか来てくださいっていう時代なんですよ。でね、中野の現場のさ、男の子とかさ、1日おきなんですよ。月水金だけ働いてて、で真面目な一生懸命だから、収録とかどう？うちとか、まあ多ければ週5でもいいけどさ、決めた社員になれると思うんだよねって声かけるじゃん。そうするとさ、いや今のままでいいっすって。え？だとお金いっぱい稼げるよって言ったら、自分の時間なくなっちゃうんでっていう子が多いんですよ。仕事だけで、あとはお金だけ入れて、あと寝てまた次の日仕事と、ナンセンス。ナンセンスですよ。だいたいね、向こうの親ね、なんかいろいろね、言ってきすぎ。普通さ、ここまで、てか、お嫁さんもさ、それを、なんていうの？親が言うように導いてんでしょ？いや、ほんとね、さっきから言ってるけど、ナンセンス。そんだけなんていうの、両家なのかと。貴様んちは皇族かって言ってやったらどう？皇族までね、もう、すごければね、まあ、そういうね、礼儀作法とかのさ、なんていうの？係の人っているんでしょ？宮内庁の方で。それだったらまだね、わかるよ。でもね、両方系っていうか、ね、何様だと、言っちゃっていいんじゃない？この話ね、ちょっと、大丈夫かな？地元でね、居酒屋さんでね、飲んでた時に、雅子様かなんかのね、写真かなんか飾ったってのね。知り合いなんですかって言ったら、よくここのお店ね、来ていただきましてとかって。どんな方なんですかって言ったら、もうすごく礼儀正しくて、物静かで優しい方ですよって言うから、
話してた時に一緒になんかあの横にいたバイトのお兄ちゃんとあのいろいろ喋ってたのね。したらなんかね、あの雅子さんかなんかの、ま、東映のいとこかなんかで、なんかこの辺周辺でね、なんかあのブーン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 ってあの走り回ってる人がいたんだって。でさ、まずいじゃん。走るたんびにね、ものすごい数の警察がね、取り締まりに来て、あのそのチームを潰されちゃったみたいよ。そこまでね、あのすごければね、あのお家柄が、うん、そしたらさ、まあ言われてもいいけども、何様だと、うん、言ってやってもいいんじゃない？でもね、ちなみにさっきのね、ボーン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 がね、あの取り締められたのは、その因果関係は違うかもしれないですけども、バイトのお兄ちゃんはね、多分そういうことなんじゃないですかって言ってた。あ、パンクは違いますよ。そのバイトのお兄ちゃんのたまたまね、お元気で走り回ってただけだから、警察が怒ってね、その周りのね、人たちをね、取り締まったんじゃないかと。嫌ですよ。トントントン、あれ誰か来たっていうの嫌ですよ。あのそのバイトのお兄ちゃんがいたからファンク全然関係ないですよ。あの部屋トントン嫌ですよ。でもね、言ってやったら、あの何様だと、あの自分のね人生、あのめいめいちゃんが言った通り一度きりなんで、自分の好きな通り生きるのがファンクは最もね、あの人間らしい生き方じゃないのかなと思います。この東京シークラブでは皆様のお悩みや相談を募集してます。いろいろね、なんか書き込みね、ブログの方にしていただけると助かります。それじゃあ今日はここまで。ジェニートントントン、あれこんな夜中に誰だろう。私を物にしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シークラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。